はい、ちょっとまあ、いろいろお気に入りはあるんですが、がみんなにも説明したいかな。おお、はい、一番弾いてるやつ、ね、めちゃめちゃ覚えてますよ、うん、あのなぜかと言いますと、はい、雨降ってたじゃないですか。しかも結構ゲリラ豪雨並みの、はい、そこのタイミングだけですよね。突然降りましたね。割と雨男属性じゃないですか、はいはいはい、この瞬間ちょっとだけ晴れたじゃないですか、はい、それでちょっと思い出深いなと思ってっていうのですね。確かに天気に一瞬だけ晴れましたね。僕ら天気に恵まれないですからね。恵まれないです、ね、いい写真ですね、はいはいはい、これですか、はい、確かに、タイトルがアルバと同じリバーシー、はい、まあ、プラスがついてるんですけども、はい、その理由みたいなのはあるんですか。そうです、まあ、そのちょうど、リバーシーという EP に近しいところだったというのと、まあ、ダイスのテーマとして今回その白黒をつけるとか、白い面も黒い面もいろんな側面があるよっていうのが、まあ、その年間通してのテーマだったので、まあ、写真集の方もそれに近しい準ずるような形にしたいですねということで、この名前にさせていただきました。ありがとうございます、はい、じゃあ、ありがとうございます。小野さんにちょっとお伺いしますが、はい、今回その撮影場所と、まあ、どういったところで撮ったのかっていうのを教えてもらっていいですか。今回沖縄に行かせていただいたんですけど、本当に海だったりだとか、それこそ沖縄の昔ながらの街並みの中で撮らせていただいたりだとか、本当にあのザ・沖縄という感じで、あの僕ら自身も楽しみながらいろいろな観光を巡らせていただきながらあの撮らせていただきました。沖縄にした理由みたいなのは理由、やっぱりその開放感だったりだとか、なんだろう、この近場と都内近郊では撮れないような普段とはちょっと違う部分も見せられたらなという意向で沖縄にさせていただきました。まだね、海外ちょっとね、そうなんですよ、海外とかも行けたらよかったんですけど、羽田さんにちょっとお伺いしますが、先ほどお気に入りの写真あったと思うんですけども、はい、あれはどういった場所なんですか。結構すごい、あれは海でたまたまあった崖にとりあえず登ってくれって言われて登った写真なんですけど、まあ僕は高いところ苦手なのでだいぶ乗り気ではなかったです、はい、めちゃめちゃ怖かったです。見た目よりもはるかに高めだった、はるかに高、しかも風がめちゃめちゃ強くて、はい、で雨も降ってたりと怖かったです。見た目よりだいぶ下ゴツゴツしたもんね。そうなんですよ、登る時ってちょっと痛かった、痛かった、はい、ちなみにその沖縄なんで水着みたいなそういったのはあるんですか。もちろんありません、ありませんでしたね。というのもちょっと寒すぎたね、はい、はい、ギリギリのラインでしたね、はい。